決勝ゴール。僕はやっとっていう感じですけど、まあ、今はその喜びという大きい理解、これを続けていく1試合1点というのはやっぱり狙っていかないといけない。次もまた10人でも気負いることはなく、相手が11人いるのと同じように戦えるというか、特にその代わりっていうのはなかったです。ミスですけど、うん、まあ、みんなのミスだとちょっと取っとくんですが、それでも崩れることはなかった、うん、まあ、PK のシーンでもみんなで話して、うん、まあ、しっかり自分たちのサッカーやろうというふうに話して、そういうところでやっぱりそこ話せるってことは、まあ、余裕があるのかなと、チームレベルアップしてるのかなと思って、うん、やっぱり強くなってるなとは実感しています。